皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊ツーリストの猪熊のおっちゃんです。このチャンネルでは沖縄や台湾の観光地や旧跡、交通機関、宿泊施設、お食事どころなどの旅行情報を紹介しています。もしこの動画をご視聴いただき、面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。以前に路線バスを使い、南城市の観光名所を訪ねる旅の例を紹介しました。その際に南城市の南城 N バスについて一部紹介しました。この南城市の N バスなどをコミュニティバスと言います。国土交通省のコミュニティバスの導入に関するガイドラインによると、交通空白地域、不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し運行するものとされています。ウィキペディアの日本のコミュニティバス一覧によると、沖縄本島では南城市など6つの市町村でコミュニティバスが走っています。また沖縄県内ではこの他に久米島町営バスや与那国生活路線バスなどが運行しています。その他東村や糸満市など他の市町村でも会員制や予約制によるコミュニティバスを運行しています。また北中城村では令和6年3月31日までの予定で、北中城村観光周遊バス城めぐりの実証実験を行っています。この動画ではその中からウィキペディアの日本のコミュニティバス一覧に記載のある6つの市町村のコミュニティバスを紹介します。北から順に紹介すると、国頭村の国頭村営バス、うるま市のうるま市優勝バス、読谷村の大鳥バス、沖縄市の沖縄市循環バス、中城村の五三丸バス、そして以前紹介した南城市の南城 N バスです。国頭村の国頭村営バスは2023年10月現在、辺土名から県道2号と県道70号を経由し、東海岸の各地区を結び奥まで行く東線と、辺土名から主に国道58号を通り奥までの各集落と江戸岬を結ぶ奥線の路線です。それぞれ通勤時間帯の上下1本ずつを除き、利用客からの予約に基づき運行されます。うるま市のうるま市優勝バスは、うるま市与那城焼名の JA 与那城支店、焼名農協前を起点に海中道路を通り、円座島、浜比嘉島、宮城島、池江島とを結ぶコミュニティバスです。平日と土曜日は1日7往復で、日曜日は上下ともに朝の1便ずつが運休となり6往復です。大鳥バスは読谷村のコミュニティバスです。ただし大鳥バスは従来の県内のコミュニティバスと異なり、公共交通空白地帯における村民の交通手段を確保するという目的のもとで、採算性を考慮せずに運行されています。平日は村の北部と北西部を循環する北ルート、村の西部、南部、東部の国道58号より西側を反時計回りに循環する西ルート、東部、南部、西部を時計回りに循環する南ルートの3系統が運行されています。基本的には JA ユンタ市場を発着点とする循環路線ですが、出入庫や乗務員交代のため読谷バスターミナルが発
着点となる便があります。また土日祝日は読谷バスターミナルを発着点とし、村の東部、南部、西部を経由する休日南北ルートが運行されます。沖縄市循環バスは沖縄市役所を中心に沖縄市中心部の国道330号からはやや離れた地域にある主要公共施設や商店街などを循環するバスです。中部、西部、東部、北部ルートの4路線あります。中城村のコミュニティバスはおさまるバスという名称です。朝の通勤通学時間帯に村内と学校最寄りバス停を結ぶ宇波流大線と伊豆普天間線が各2本ずつ運行されています。その後午前中から夕方にかけて吉野浦海岸を発着点と村内を循環する循環路線の伊豆回り線と宇波回り線が各5本運行されます。最後に南城市が運行しているコミュニティバスが N バスです。南城市では N バスの運行が開始される以前は路線バス各社の営業所や出張所、そして駐車場が市内各地に点在しており、そこから主に那覇市方面への路線が運行されていました。そのため南城市内を公共交通機関で移動するのは不便だったため、利便性を向上させるために運行が始められました。南城市役所を発着点として6つのルートを運行しているほか、平日の朝夕には通勤や通学用の特別ルートも運行しています。沖縄本島内では以上6つの市町村でコミュニティバスが運行されています。その他本島内では多くの主要地点を結ぶ路線バスが沖縄バス、那覇バス、琉球バスの3社で運行されています。渋滞や駐車場の心配なく気軽に移動できるバスを利用して沖縄観光を楽しんでみませんか？